どうも、困った時はメディア批判、カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは岡田武史確執列伝。2度にわたり日本代表をワールドカップに導き、 J リーグにおいても最優秀監督賞を2度受賞した紛れもない名将。しかしリーダーとしての確固たる信念のもと、チーム強化を図る上で避けて通れないのが様々な衝突。優れたモチベーターとしてチームを鼓舞する一方で、勝利をつかむために非常ともいえる決断で過去を切り捨て前に進んできました。今回は日本屈指の名将が生んだ確執を紹介していきます。一つ目は三浦知良、北澤剛。1997年、日本代表を率いてフランスワールドカップアジア最終予選を戦っていた岡田監督は、UAE との大一番にロン毛のダイナモ北澤剛の招集に踏み切りました。岡田監督は北澤に電話で、お前を呼びたいと思っている。でも自分で戦う決断をしない限り、これから先は戦える場じゃない。代表に来るかどうかは自分で決めてくれ。と北澤の覚悟を問いました。その言葉を聞いて北澤は、何言ってんだって思ったよ。お前が必要だからって言ってくれれば、よっしゃっていう気持ちになるのに、自分で決めろってなんだそれって思った。とまあまあ切れ気味で招集に応じました。そして2ヶ月ぶりに代表に復帰し、チームから闘争心が失われていると感じた北澤は、チームの活気を取り戻すために謎の思考にたどり着きます。これはみんなと喧嘩するしかないな。そこから熱血殴り合い仲良し大作戦を実行に移した北澤は、練習中から仲間をがっつり削りに行く。不満を漏らしている選手に対しては、後ろから物をぶつけてその選手からの跳ね返りを待つ。またある選手が、こう動いたらこうじゃないですかと理論的な細かい話をした時には、お前それだからダメなんだよ、こんな状況の時に頭で考えたってしょうがないだろうと言い返し、その選手を泣かせるといった北澤流のチーム改革を行いました。そしてその結果、キャプテンを務める井原から、おいキー、そういうのやめろよと冷静に諌められ、当たり前のようにチームから反感を買いました。その状況を本人曰く、俺一人 VS チームって感じで、みんなで盛り上がっていこうという雰囲気にはならなかったと残念そうに語りました。一方、当時30歳の三浦知良ことカズは、アジア最終予選の初戦ウズベキスタン戦で4ゴールを挙げる大活躍を見せるも、その後の試合では1ゴールも挙げられずにパフォーマンスを落としていました。すると国立競技場での UAE 戦の後に、暴徒と化したサポーターはカズに対して生卵や椅子を投げつけるなど不満が爆発し、カズもそれに対して応戦。そして勝てばワールドカップ出場が決まるイランとの第3代表決定戦。不要論が高まるカズは試合前のミーティングで、フリーキックは中田もしくは七海が蹴るとの岡田監督の指示を無視すると、フリーキックを横取りして強引にシュート。この大事な試合でのカズの自分勝手な行動にブチギレた岡田監督はカズを交代。さらに七海博士が那須大輔の YouTube チャンネルにて、代表メンバー全員で大浴場に入っていた際に、監督就任前の岡田コーチの頭をカズが後ろから蹴って眼鏡を浴槽にズドーンと落としたことを暴露するなど、明らかにカズは岡田監督を舐め切った態度を見せていました。そして1998年6月2日、運命の時が訪れます。フランスワールドカップに臨む22名のワールドカップメンバーが発表され、その中にカズと北澤の名前はありませんでした。その日、北澤は自分は大丈夫だとメンバー入りを確信し、自分の部屋でのんびり過ごしていましたが、岡田監督から電話があり、部屋に呼び出されました。外れる選手を伝えられるのか。とのんきに考えていた北澤に対し、岡田監督は、これからワールドカップを戦う上で、4バックから3バックに戦術を変更していかないといけない。そうなると北澤がやれるポジションがなくなる。それでお前を外すことにした。と伝えました。突然の通告に落選はないと思い込んでいた北澤は、なんだお前と感じ、頭に来たと後に語りました。そして岡田監督は、ジョーをフォワードの柱と考えているので、残りのフォワードをどうするかと考えると使うチャンスがない。と日本代表の功労者でもあるカズの落選を決め、この落選は合宿地スイスのニオンにちなんで、ニオンの悲劇と呼ばれました。
それからカズをワールドカップメンバーから外した反響は凄まじく、岡田監督の自宅は24時間警護の対象となり、岡田監督の子供たちは学校に行くにも保護者が同伴するように警察から指導されるほどでした。そして代表落選後、カズと北沢の2人は極秘でイタリアのミラノへと昇進旅行に旅立つと嗅ぎつけたマスコミに、1枚だけ写真を撮らせてほしいと頼まれます。しかしカズは、今は勘弁してくれ、成田空港で会見する、それまで待ってくれ、今はまだ話せる気持ちじゃないんだ、俺の気持ちを分かってくれよと珍しく声を荒げました。さらに1人のカメラマンが断りなくシャッターを切ると、カズはフィルムを出せと詰め寄り、マスコミと揉めたりしながら、なんじゃかんじゃあって金髪にして帰国。日本に戻ってきたカズは、待ち構えていた多くの報道陣に対して、こういうことで帰ってくるとは思ってもみなかった、気持ちの整理はもうついている、魂は向こうに置いてきたと語り、ワールドカップで戦う日本代表にエールを送りました。そして20年の時を経て、読売新聞の取材に応じた岡田監督は、僕は試合に臨む前に負傷や退場などあらゆるシミュレーションをする、98年は出てこなかったのがカズと北沢、いろいろ言われたけど後悔はしてませんと当時の胸中を述べました。2つ目の確執は TBS。 2009年10月、オシムの後を継ぎ日本代表を率いていた岡田監督は、 TBS で放送されていたサッカー番組スパサカに出演、番組キャスターの小倉貴文が聞きたくても聞けなかったことというテーマで、視聴者の声を岡田監督にぶつけるという形のインタビューが行われました。そしてワールドカップベスト4に行ける行けないというテーマで、ベスト4に否定的な視聴者のコメントが連続して流れ、100人中81人が行けないという結果が画面に映し出されると、それを見た岡田監督は、いや人がどう思うと関係ないから、俺には、俺たちはベスト4に行くし、行けると信じてやってるだけだから、と早くもおかんむり。すると小倉キャスターが、その中には裏付けがあってのベスト4なのか、という、と聞こうとすると、岡田監督はそれを遮り、裏付けって何なの？ドイツがベスト4に行く裏付けって何なの？じゃあブラジルがベスト4に行く裏付けって？過去の実績だったらそれはありえない。しかし新しいことにチャレンジするということは、裏付けなんてなんもないわけだよ。ベスト 4? そんなの無理だよ。って思った瞬間に何も起こらない。と一気に幕下で、明らかに不穏な空気がスタジオを流れました。さらに1998年のフランスワールドカップの選考で、カズを外した理由について問われると、岡田監督は、もう二度と出ねえ、この番組。と苦笑いしながら言い放ち、散々98年からこの11年行ってきてるけど、俺は日本代表が勝つためにどうするべきかを考えただけで、それ以外のことは一切考えていない、ただそれだけ、もう1000回以上行ってきた、と不快感をあらわにしました。さらに岡田監督は収録後に、なんでこんな取材を受けた、こんな内容なら出なかった、と広報担当者に怒りを飛ばし、なんとも後味の悪いインタビューとなりました。そして番組が放送された2週間後、日本代表は東郷代表との国際親善試合で5対0で圧勝し、通常ならば試合終了直後には監督のインタビューが行われますが、岡田監督は事前通告なしにインタビューを拒否。なぜなら試合を中継していたのは TBS。しかしテレビ局はサッカー中継にあたって多額の放映権料を支払っており、その契約の中には試合直後の選手と監督にインタビューする権利まで含まれているので、岡田監督の行為は事実上の規約違反。この前代未聞の緊急事態にサッカー協会は翌日事情説明を行い、松田広報部長は中継局の TBS の番組でのインタビューの質問に遺憾な部分があったということが取材拒否の理由だと説明しました。さらに協会側は田島専務理事や事業担当者が TBS を訪れて謝罪し、その後 TBS 側も取材での説明が足りなかったことを詫び、表面上では和解となりました。そして時は経ち、メディア嫌いとされていた岡田監督でしたが、監督ではなくオーナーになって初めてメディアとの付き合い方が変わったと語っており、現在メディアとの間にわだかまりはないようです。というわけで、いかがだったでしょうか。岡田監督の確執というわけだったんですけども、なんか北沢さんはまだ根に持っているみたいですね。ただ岡ちゃんとカズが仲良さそうにしている写真を見つけて、すごいほっこりしました。あと僕もね、カズ、三浦和義にまつわるエピソードなんかないかなーと思って、さっきぼーっと考えてたんですけど、ありました。はい、
本当にありました。あれはね5年前ぐらいの話なんですけど、僕があの駐車場でアルバイトしていた時に、その駐車場があの機械式の駐車場で、お客さんがパーって来たら僕が機械を操作して、でバッてゲートが開いたらお客さんに入れてもらって、駐車券を渡して行ってらっしゃいっていう流れなんですね。でその日も僕が駐車場で働いてたら、かっこいい車が1台パーっと来まして、でその車がかっこいいんですよ。わ、いい車だなーと思って見てたら、あの運転席にカズ、キングカズが座っておりまして、うわっとびっくりして、あカズだと思って、めっちゃかっこいいんですよ。うわ本物だと思ってドキドキしてて、でパッて見たら、あのご家族で来られてて、あの年末にサッカーボールキックで有名になった息子さんと、あと美人な奥さんですね、の家族3人で来られてて、でめちゃくちゃいいのがね、すんごい和気あいあいと喋ってたんですよ。楽しそうに3人で笑顔でわーって喋ってて、なんかもう和になれ三浦ですよね。でうわいいな、こんな家族いいな、かっこいいお父さんやなと思ってたら、パーってあのゲートが来まして、でカズが運転して入っていくんですけど、やっぱね普通の人の入庫とね、カズの入庫は全然違う。なんかカズの入庫はね、なんかすごいキレがありました。キュンキュンって、もう気づいたら入庫してるみたいな感じで、はぁ、これがカズの入庫か、違うなぁって思ってたら、で、ドアがバッて開いて、で、そのドアのとこから僕のとこまでちょっと距離があって、で、僕が駐車券を渡さないといけないんですけど、その距離をね、カズはね、小走りでタッタッタッターって走ってきて、で、僕の目を見て駐車券を取って、ありがとうございました。で、笑顔で、また、家族のとこまでちょっと離れてるんですけど、それもタッ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 と走って去っていったんですよ。めっちゃかっこよかった。もう短い間でしたけど、8回ぐらいかっこいいと思いましたね。あと長くなるんでね、ちょっと話しませんけどね、古舘伊知郎が来た時もかっこよかった。やっぱり一流はかっこいい。というわけで、ここまで見ていただいてありがとうございました。このチャンネルでは皆さんに楽しんでもらえるために動画を更新しておりますので、チャンネル登録、高評価、コメント、いつもありがとうございます。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。歯も白かったな。